英検部とは、人気女性キャスターたちが映画を語る番組です。2限目。全世界で大ヒットを記録した衝撃の前作から2年。エンターテインメントの新時代を切り開くアクション感動超大作。2部作連続公開でついに完結。るろうに剣心京都大火編。るろうに剣心京都大火編、すごかったでござるな。あ、来ましたね。どうでござるな、どうでござるた。ござりた。違うござるか。ござりたって変でしたね。ござりた。いやいや、なんかやっぱ日本映画としては相当アクション部分にね重点を置いて、やっぱ日本映画とどっちかというと叙情的な精神的なやり取りとかで見せる映画が多い中で、本当にアクション映画って感じでしたよね。で、間違いなく私海外の人が見てうわーってこう憧れるような映画じゃないかなと思うんですよね。ジャパニーズサムライ、腹切り腹切り、はい、もうあの刀欲しい欲しいってなると思います。言いそう。そうだよね。だってでもこれ9月13日公開の2部作 で、はい、これ2つ合わせて総制作費が30億円めちゃめちゃお金かかってるんです。だからあのスケール感も出てるし、そっていうところもね。確かにね、 CG じゃどうにもならないような映像がいっぱいあったもんね。全国各地なんか回ってるみたいですね。撮影期間が6ヶ月あって、 あと30カ所以上のなんかロケ場所で、ルローの撮影隊だね。本当ですね。確かに撮影自体もね、移動距離が本当に何だっけ、地球の半周分とかって、そんな触れ込みが、それぐらい動いてる、ね、今日伸ばしたら何周分とかよくあるけど、そんな感じなのね。そんな感じじゃないと思う。今日伸ばしたらどれぐらいなんだろうね。よく言うじゃない、結構なんかそう言いますね、そんな長いの。でも移動距離がそれぐらいあるぐらい、もうルローにルロった映画。いやでも思ったんですけど、それだけスタッフたちがこういう場所を探したい、こういう場所を探したいっていう思いでいろいろロケーション行って見つけたわけですもんね。みんなロケ班の鬼になってた。そうですよね。相当な情熱ですよね、それだけ。しかもキャストがすごくないね。豪華だった。豪華ですよね。あんたたちあれでしょ、主演の佐藤健ちゃんに魂持ってかれちゃったんでしょ。まあそれはもうね、持ってかれてませんとか言えないですよね。言えない。もう本当すいません。そこばっかりはもうやっぱり剣心良かったです ね、 ね、やっぱりいい男ですよね、佐藤健君。なんかかっこいい部分と可愛い部分がね、可愛いんですよ。そう、同居してる感じがいいんですよ。そういうタケル君がもうめちゃくちゃ激しいアクションを見せて、ね、めちゃくちゃ立つシーンがいい、ね、一作目でもすごい話題だったけど、はいはい、なんかさらに磨きがかかってる感じというか、ね、キレがありますよね。あれはかなり練習しないとあそこまでのキレの良さってできないですよね。そうだよ、もうそりゃもうなんかギプスとかつけてすごい練習したんだな。え、そんななんかあの何でしたっけ、巨人の星みたいな。あ、どうしてんだろうねあれね。どうしてんですかね。え、実際に佐藤健君って喧嘩とか強いのかな。しなさそうじゃないですか。プライベートにでも迫っちゃうとまた別の情報とかも出てきちゃうから。あ、それいらない、その別の情報。プライベートの情報ね、前田敦子ちゃんとか担いちゃうからだね。そこはもう見ないようにして。いっぱい出てきちゃう。でもなんかそういうちょっと色男的なところも。そうですね、あれかな、ちょっと人たらしみたいなところがあるのかな。あるかもしれない。確かにあのね、戦ってる精悍なかっこよさとその普段の優しくね、武井絵美ちゃんとかにね、いいでござるよとかいう時のあのふわっとした感じのメリハリがいいよね。抱きしめる時も柔らかいんですよね。優しい。そんなとこまでですか。ふわって。そんな手の圧まで見てたんだ。はい、見てました。いいなと思って。素敵だな。今回はさすが三上。はい、見てたんです。私でもあともう一人言うとすると、うん、江口洋介さんも好きですね。あのポローンって垂らすね。あそこね、ちょっと加えタバコ。はい。で、ここちょっと開けてね。うん、ここ開けて、開けて。本気出す時だけちょっと外したりするね。はい、そう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 。本気じゃない時加えたままこうやりますからね。そうそうそう。だからやっぱさすが漫画原作だけあって、その辺がすごく漫画的なかっこよさをちゃんと映像に取り入れてるよね。はい。あと私あの田中みんさん。田中みんさん。はい。もう70近い方。すごいよね、マッチョじい様。すごい。脱いだ途端、おおって。いやいや、本当に良かった。バキバキだった。バキバキですよ、ね、割れてて、ね、動きも機敏で、かっこいい。うちの業界でね、粘って頑張ってる人でも、あんな年であそこまでかっこいい人はそうそういない。ね、
瀬谷友介さんもその田中美優さんで ね, そうですかってね、すごい鍛えてました。あの辺のアクションってなんか、ね、監督が谷垣さんって方なんだけど、なんかジャッキー・チェンが代表を務めてるアクション協会、香港のアクション協会のただ一人の日本人会員なんだって。だから本当にあの香港アクションをちゃんと取り入れてるんじゃない。ああそうなんだ、そういうものの結晶が今回の映画になってるわけなんですね。なんかこの漫画ファンもたくさんいると思うんですけど、ちょっといい男図鑑としてもこの映画語り継がれるような気がします。誰に切られないみたいな話でしょ。誰に切られたくはないな。誰の刀みたいみたいな話。そういう感じ。そういう感じ。そういう感じ。もう刀にはまってますもん今。いや本当に。刀にはまってる。本当の話だったのね。私、はい、本当私ね例え話だったんだけども。刀ってかっこいいわと思ってすごいワクワクしちゃって。酒場刀とかみたいな。酒場刀。次回もお楽しみに。